未定事件簿、左京静馬の声を担当しております諏訪部純一です。いいぞ特急、頑張れ頑張れ。うちの門に何手出したんだ。早々に戦死するところだった俺を。俺たちエスパーダアイゼンが部下の処罰のために。やっぱ性に合わねえわ、生真面目なマスクだ。